Nyancos. This is Nyanco Channel. I'm here with a new game, and I'm going to give it a try. Enjoy!姫様、こんなところにいらっしゃったのですか。お聞きになられましたか。国王陛下が戦場で憎らしいシステ人にお腹を刺されたそうです。お父様がお怪我をされたのですか。国王陛下の具合を見ているお医者様が、出血多量でいつお亡くなりになってもおかしくないとおっしゃっています。お父様、私はここにいます。お父様、まさか。戦場に増します神に誓い、
私、エリサ・ノーマンは、命がある限り必ずシリス人を駆逐し、先祖の領地を奪還して、ノーマン王国の昔の栄光を取り戻します。お父様、お父様の教えは決して忘れません。お父様、あなたの言いつけを必ず守ります。私の父、チャーリー6世は、ノーマンの国王として、外敵の侵入を拒むべく、民を率いて前線に立ちました。遺憾ながら、父は戦いに敗れて命を落としましたが、しかしその決して諦めない黄金の精神は、ノーマンの人々の心の中に、永遠に生き続けることでしょう。私たちの悲しみは戦争によるものです。私たちは戦争で最も愛する家族を、生きる土地を、国を、プライドを失ってしまいました。だから私たちは一刻も早く戦争を終わらせなければなりません。もはや和平しか、戦いに負けて苦しみに苛まれるノーマンの人々を慰められません。
招かざる無礼な客に私はホストとして歓迎の言葉を持ち合わせておりません。ヘンリー・システ、あなたという人はこの上まだ飽き足りないというのですか。前回の協議ではノーマン王国に毎年500万の戦争賠償金の支払いを要求しておいて、そして今回の協議ではさらにノーマン王国に毎年5000万の戦争賠償金を支払いなどと。ノーマン王国の1年の総予算は8000万なのですよ。いくら不利な状況でもこれ以上ひどくなれません。システの番犬でさえもが肩で風を切ってノーマン王宮に入り込めるというのですから。ヘンリー、私は決してノーマンをあなたの前に屈させはしません。あなたは少しずつノーマンを貪り尽くすつもりでしょう。私にはあなたの非道な企みが手に取るようにわかります。あなたの思い通りにはさせません。そのような不公平な条約に私はサインなどできません。
check it out! If you enjoyed this, please subscribe to my channel! Thanks, and bye-bye!